はい、どうも、こみです。さて、本日は関西クラクラクラブのホームからですね、お届けしていきたいというふうに思っているんですけども、ついに JWC 開幕しましたね。いやー、本当に。いや、JWC って何ぞよ、という方もいらっしゃるかもしれない。お話ししておくと、タウンホール、まあ、13が今一番上ですけどもね、一番下は9かな、とミックスもあります。日本の中で、トップのクラブを決めようぜというね、趣旨でやっている、リーグ戦になります。まあ、かなり有名なクランさんがたくさん参加していて、盛り上がりを見せているんですけども、我々は JWC、J1、J2、J3 と、タウンホール13、オンリーのリーグの中の J3 にいます。いや、めっちゃレベル高いんですよ。やっぱり、前期3位だったかな、我々。1位と2位が昇格できるんですけども、7クラン中、確か3位でしたかね。で、残念ながら昇格はできずというところで、まあ、今期はね、頑張って昇格目指したいと思うんですが、まあ、行ったら行ったで白の世界と。ということで苦しむことは見えてるんですが、でもやっぱり上に行きたいっていう感じですね。勝ちました初戦ありがとうございます。ちょっとね、最後、98% のブランが1個残って、残念ながらパーフェクトとはいきませんでしたけども、デュアルさんお対戦ありがとうございました。結構ね、序盤だいぶ競ってしまって、デュアルさんかなりですね、追い詰められた場面もあったんですが、終盤ですね、秘書権組のかなりの、活躍によって、一気に差を広げることができたというところですね。で、本日はですね、ちょっとこの中から2本動画見ていきたいというふうに思います。で、まあ、テーマはスパネクトイエティって結局どっちが強いのよっていうところに関してお話をしていきたいというふうに思うんですが、合計ですね、カンクラから2本、あと TH コンプリーターさんから2本見ながら、まあ、その辺の考察をしていきたいなというところでございます。で、やっぱりですね、どっちが強いかっていうのはすごく言うの難しいんですよね。で、ちょっと自分なりに思うことを話すと、今回主任さんの隅はスパネクですよね。で、しっかりサイドカットをで、ユニットがマジで流れないぞっていうような、もうそれないぞかっていう環境が作れる場合には、スパネクはまず使える。土俵に上がるかなっていうか、ね、今回はここまでしっかりこうライトニングで削ってから、グランドウォーテンの削りを終えて、奥深くまで削ってますね。ここから出てきたスパネクは、まあ、こっちに流れないですよね。こっちに行くか、こう行くかっていう感じになるかというところ。で、2つ目、スパネク使う場合には、スパネクがちゃんと束になっていけるかどうか、動けるかどうかですね、ばらけちゃうような動かし方はするなってことですね。で、今回の、主任さんのアタックで言うと、壁が仕切られてますよね。この壁は壊しません、敷居。壊さずにしっかりとスパネクがこの枠の中にこう入っていくような流し方をしてますよね。で、こうなってくると、傷ついたスーパーネクロマンサー、体力高いので、そう簡単にはやられない。で、今もトームとか、あとは、ターゲットが外れてる間に、後ろから来てるヒーラーが回復させてくれる。っていうですね、繰り返しによって、延々とスパネクが延命するという形を作ることができます。で、こんな形がやっぱり作れると強いんですが、シングルインフェルノとかですね、クロスボウ2本のターゲットを受けまくっちゃって、で、短期になってしまったスパネクがやられちゃうみたいなことがあると、何せ40枠のユニットですからね、ラバハンドのアイスハウンドと同じコストなわけで、1体なくなるだけでドラゴン2体分のコストか、のが分かりやすいかな。ドラゴン2体分ですよ。めっちゃ大きくないですか。それがいなくなっちゃうので、一体一体のやっぱり存在がすんごい大きいんですよね。なんだ、重みとして。なので、今回の主任さんみたいに、こう、カバーにしてしっかり動かすことができて、こう、まあ、今3体かな、1体やられちゃったとか、もうそれぐらいの数を終盤残せるような動かし方ができれば、だいぶやっぱりこの攻め方って強いのかなっていう気がします。反らさない。まあ、反れる要素があんまりない。で、あんまりばらけさせずに、カバーにして、進めていける、まあ、この2つですよね。これがちゃんと、守れるかどうかっていうところが、まあ、スパネクを使う上で求められるポイントになってくるんじゃないのかなというふうに思います。いやー、これ痺れましたね。主任さんすごかったな。JWC の、まあ、開幕と同時に、デュアルさんの方がまず主任さんの村攻めて全開取ってきたんですね。主任さんめっちゃね、ちょっとショック受けたんですけども、そこから気持ちを切り替えてこれができたっていうのは、かっこいいなって思いますね。いや、係長、課長に昇格じゃないかみたいな話もあったんですけどね。まあ、そこら辺はちょっと我々の中でいろいろごたごたありました。
次主任さんで頑張ってもらおうと、いうことになりました。はい。で、ですね、次見てもらいたいのが、ペッカイエティの話ですね。自分のどの攻めだったっけな、ペッカイエティ、これかな。あんまり必要以上にジュアルさんの村もね、片っ端からこう動画化しちゃうと、配信の問題もあって申し訳ないんで、すみません、必要最小限だけジュアルさん本当ごめんなさいね。多分これからも配信使われるかもしれないんですけども、それだけ使わせてください、動画撮影に。実用 JWC は前回を撮った動画、アタックっていうのは動画化してもいいよというグランドルールになってますんで、まあ、そこに甘えさせてもらいます。で、私のですね、このアタックっていうのは、これ、ボキボキさんですね、うちのメンバーのなぞりです。ボキボキさんね、結構やっぱり、そのペッカイエティの精度が高いんです。で、ちょっとね、この真ん中の投石に対するジャンプのかけ方1個で、ちょっとうまくいかなかったんです。ここを僕が修正して撮らせてもらいました。これはもう完全にコツさんですね。ボキボキさんのプランが非常に良かったところに助けられました。で、ですね、今回の話で、じゃあそのスパネクとイエティどっちがいいのって。もう、ここ注目してください、ここ。まず、まあ、サイドカットはちょっとまあ、普通に見ててください。グランドウォーデンでカットを入れて、こちら側に関しては、豪華兵舎、あとアイゴレストライカーで、相手のバーバリアンキングをここで所持していきながら、イエティとペッカをこんな感じで、ぐるっと回していく。まあ、そんなプランになってるんですけども、見てもらうべきはここですね。この辺の、ゴタゴタをちょっと見てもらいたいもう、投石機が残ってるんですよね。で、この段階で、イエティたち中央にいますけども、割れますよね。こう割れました。はい。割れちゃいました。で、この割れたイエティたちがどこに行くかって話なんですけども、これみんなこっちのクラン城の方にゆっくりゆっくり歩いてきてますよね。このボムタワーとかには目もくれないわけですよ。で、これが大事なんですね。ここに目をくれてしまうのがスパネクだと思うんですね。今もしもスパネクを使っていたら、こっちに行ったスパネクとこっちに行ったスパネク、2つに分かれちゃって、で、下側に流れたスパネク、まあ、こっちの集団を A としましょう。A の集団っていうのが、どん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 奥に進んじゃうと、もうこの B の集団のスパネクが元に戻るためにターゲットにする施設がなくなっちゃうんですよね。で、そうしたら、こいつはどうなるかっていうと、延々と B のスパネクはこっち行けないもんだから、マルチインフェルの方に行こうとして、壁をガシ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 殴りまくるじゃないですか。で、殴りまくってるうちに後ろにヒーラーいないし、マルチインフェルの攻撃食らっちゃったりなんかして、で、そのまま2体とかが、スパビズ、あ、スパ、ん、うん、スパネクか、起こっちゃって、みたいなことになると、もう主力としてもういる4体のスパネクのうち2体が起こっちゃうっていうパターンになるわけですから、もうこれ絶望的ですよね。というところで、今のようにですね、近接攻撃、イエティとかペッカ、近接攻撃ですよね。こういう近接攻撃ユニットで固めておくっていうのは、ある程度一旦ばらけても、また元に戻ってくれる。ジャンプの呪文とかを使ってターゲットをこっちだよって誘導してあげればそっちに戻ってくるっていう、そういう土俵が作れるっていう意味で、結構いいんだと思いますね。で、これ、うっかり見落としちゃうと結構、大きな痛手になっちゃうと思うので、どっちを使うかっていう判断をするときには、注意すべきかなと思います。だからさっき言った、スパニックをまとめて動かすっていうポイントは、まとめて動かせば確かに火力も上がるし、回復の恩恵も受けられるんですけども、動かせるような村をちゃんと見るってことですね。スパニックが変な方向に行って、遠距離攻撃なんで壁の向こうを殴ってるうちに、仲間とはぐれちゃいましたみたいなことが起こらないようなルートが作れるかどうか、これすごく大事だというふうに思います。というところで、ちょっとここから先は TSC コンプリーターさん行ってみましょう。はい、ではこちらですね。セナさんのアタック。ちょっとこれ残念ながら前回までいかなかったっていうパターンになるんですけども、まあ、これも、全然悪くないんですけどね。ちょっと惜しいところがあったっていうところで。これでも見極めるの難しいんですよ。難しいんだけども、まあ、そういうところをちゃんと考えていくっていうことがですね。まあまあ、なるべく失敗を減らすっていう意味で大事だと思うんで、まあ自分も勉強のためにちょっと上げさせてもらいたいと思っている。これ、イエティーボーラーになってますね。ペッカを先導させて、多分イエティーボーラーっていう順番だと思うんですが、壁中央バーナー開けて、で、ここからガーッとこう入れていきますね。はい。で、こういう風にですね、イエティーにボーラー混ぜる場合っていうのは、まさに今このセナさんがやっているように、これ、中央に入ってから、試算しますよね、こういう風に。試算っていうのは4つの方向にこう分散するっていうんですね。しますけども、思った時にトームがかかってレイジがかかって試算すると、そこでイエティとボーラーが無敵状態のまま無双してくれるっていう効果があって、
ここで勝負を決めちゃうことができるっていう、まあ、形になるわけですね。で、それを狙ってのことだというふうに思うんですけども、残念ながらね、これね、ボーラーが逸れちゃうんですね。こういうところにこう施設が残っていると、中に入ってきたボーラーが全部中に行かないんですよ。こういうふうにほら、わかりますかね、これ、ボーラーが3、4体こっちのクロスに行っちゃったでしょ。こんな風になってしまって、で、はぐれていっちゃって壁殴ってるんですね、この2体ぐらい。こういう状態になってしまうっていうのが結構ね、痛いところなんですよね。で、中央に入ったこの、私めっちゃいい仕事してるんだけども、ここね、ちょっとここの、少し火力がなかなか削りきれなくて、ロイちゃんが落とされ、陸のクロスボウ2本が残っちゃったっていうのが不運でしたね。だから、ババキンがさ、こっち側の中に入ってくれたらワンチャンあったんじゃないかなっていう気も、まあ、したくもないけど惜しかった。本当にだからこういうところですよね。紙一重のところだったんですけども。でもまあ、結果的にはこうね、取れなかったんですが、こいつまだこう壁なくてるじゃないか、これ。お前らがもしもね、いてくれれば、このシングルインフェルノとかクロスボウ落とせたんじゃないの？そしたら、ロイちゃんが延命できたんじゃないの？っていう、まあ、ことなわけですよね。これは何が、これを指したかっていうと、ボーラーが横それた瞬間でどんどん主力が中央に進んでいっちゃって、で結局ボーラーが元に戻るためのターゲット施設がなくなっちゃったから、壁を殴ってここを目指そうとしちゃってるんですね、こういう風に。まあたかが2体ですけども、これぐらい遠距離攻撃ユニットって誘導が難しいってことを言いたかったっていうわけで、スパニックを今この状態でこの中に突っ込ましちゃうと、一気にこう試算してみんなバラバラになって過去経費果たれちゃうっていう形になるので、こういうところの難しさですよね。これがあの遠距離ユニットを扱う大変さ で、1本目の2、3のアタックみたいな感じで、しっかりとターゲットをある程度同じところにこう向けていきながら、壁の向こうを壊してもそこから先行き止まっちゃって壁殴ってとかしないようなですね、そういうルートっていうのを、ね、作っていけるかどうかっていうところがめちゃくちゃ大事になってくるというところですね。それができないなということであれば、ペッカイエティを使えばいいと思うし、今回みたいに幅広いところに散らせる必要がどうしてもあるっていう場面においては、イエティボーラーっていう形がいいのかなというふうに思う。まあ、そんな感じの使い分けですね。で、最後、今のところがまあ結論っちゃ結論なんですけども、イエティボーラーやる場合にどれぐらいカットがいいのっていう話。このね、ストーリーオブママさんの、母の記憶、母の物語、なんかすごい壮大な名前ですね、ママさんのあのアタックが、すごくですね、今のそのイエティの使い方っていう、イエティボーラーかの使い方っていう意味では、綺麗だったんで、ちょっと見てほしいなというふうに思うんですが、とはいえ、とはいえですよね、手のアタックだって全然悪くはないんですけどね、あれ。まあ、ほんと紙一重。今回のケースではちょっと、ママさん、ここでレイジートームを使わせたのは、これはだいぶ痛かったですよね。痛かったけども、全開取れちゃうっていうのは、これから出してくるイエティボーラーの精度がめちゃくちゃ高いからに、まあ、他ならないというところですね。ぜひぜひそこ見ていただきたいなというふうに思うんですが、アーチャークイーン、これしっかり中に入っていきますね。で、外周側はバーバリアンキングでターゲット取りながら、投下兵士の中の、ウィザード、あとはネクロマンサーが外周殴っていく、ね。で、この時点で、はい、これ見てほしいんですけども、ちょっと止めますね。ごめんなさいね。イエティとペッカがここに密集しますよね。で、ここにあるミスト金庫は、まあ、行かないでしょう。ここに壁が空いてるんで、当然、こうして中に入っていきますね。で、このミストもカットできちゃうんで、まあ、正味ターゲット取る必要ないんですよね。ここに向けてこう行くっていう感じ。この辺までこう散らばっていく。だから、結局、この枠から出ないんですね。この枠から。出ない。で、そのまま奥に入っていくとどうなるかっていうと、どんどん、ここに行って、まあ、ここに行って、ここに行ってみたいな、こう、壁をうまく伝っていけますよね。で、こういう形ができてくると、めちゃくちゃこれがですね、伸びがいいっていう話なんですね。見ていきましょう。はい、これ。中央部クエイクをガスンと開けていって、で、ここまでしっかりとこの壁で仕切られた状態を作っていく、ね、ここにまとめてイエティ と、ボーラーが入っていくことによって、見てください、これレイジヒーラープラスイエティボーラーがもう本当どこに何がいいのか分かんないぐらい密集しまくって全然離れないですよね。で、こうなってくると奥の施設はボーラーが壊し、かつ手前の施設のターゲットはイエティが取るという波状攻撃が出来上がって、結果的にこんな形で、中央部がごっそりえぐれるわけですね。ただまあこれちょっと残念だったのは、なんでだろうね。イエティとボーラーが、そうだ、フォームねえからだ。
これトームがあったらさ、もう完全に無双だったんじゃないのっていう話ですよね。いや、トームがなくてもあそこまで、なんだ、イエティ、イエヒーか。イエティヒーラープラスレイジで回復ができちゃうというところで、まあ、そのところにもしもトームがあそこ合わさっていたら、もうなおさら、もう、ユニットが止まんない状態になったのかもしれないね。まあ、その、なんだ、場面っていうのも、まあ、見てみたかったっちゃ見てみたかったですけども、逆にトームなしでここまで押し切れちゃうんだな、ヒーロー3体生き残ってるしな、みたいな、の攻めっていうのも、まあ、これはこれですごいなっていう、攻撃を受ける動画じゃないかなというふうに。いかがでしたでしょうかね。本日は、スパネクとイエティはどちらが強いのよっていう話だったんですけども、まあ、結局やっぱ使い分けになっちゃうんですね。まあまあ、ウィヒーから行く場合もありますけども、基本はまあオデヒーから行くケースが多いかなというふうに思っていて、オデヒーを使いながら、スーパーネクロマンサーだったらバラケサせずにちゃんとこう通していけるルートが描けるかどうかっていうところが、まあ、すごく大事で、で、バラケちゃいそうな場面があるんだったらペッカイエティっていう近接攻撃系のユニットの方がいいですよっていう、この使い分けですよね。で、3つ目、ばらけてしまうんだけども、もうばらけて元に戻らないぐらいばらけちゃう、めちゃくちゃばらけるぞっていう場合にはボーラーを入れたイエティボーラーっていう形が、まあ、いいんじゃないかなっていう、この辺の3つの使い分けっていうのは、まあ、基本的にこの中に入れるユニットを何するかだけの違いになってくるので、まあ、呪文とかの構成も当然変わりますけどね、そこら辺の一連の、まあ、同じ、くくりの攻め方として、いろいろ試してみてもらえたらいいかなと思います。その、まあ、ヒントになったら本当に嬉しいなというふうに思います。というところですね、本日の動画もしもこれ参考になったなということであれば、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。めちゃくちゃこれ励みになるんです、本当に。みんな言うけど僕も本当励みになるからぜひお願いします。本当ね。で、これからもタウンホール13だけでなく12、11、幅広い動画扱っていきますので、ぜひこれからもご視聴いただけたら本当に嬉しいなというふうに思います。では、本日このあたりで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。